皆さんこんこにちは先週あの、うちの娘21歳がこの家に越してくることになって、ちょっと大変っていう話をしたんですが、今日はその、ま、続きみたいなもんです。えー、でまずです、ね、このビデオを見てくださった方がたくさんいてで、チャンネル登録もしてくださっているので、私はとってもあの嬉しく感謝しています。ありがとうございます。 私のチャンネルへようこそ。ん <laughs> でですね、まあ。なんとか物は入り。で、ちゃんと歩けるようになって。この増えた猫も含め4匹の猫が <laughs> いるんですけれども。それでも、まあなんとかいけてます。それで、まあ私がこの彼女の物を入れるためにたくさん私の持ち物。まあ私と息子のですね。ずっと 持ってたものを寄付に出したり捨てたりして、まあ、頑張らなきゃいけなかったわけですけどまあなんとかその段階も一応クリアしたかなという感じですそう痛い何ですか痛い痛い痛いゴルスリプ、What are you doing? それでですねえー、なんだで痛い <laughs> ちょっとちょっと待ってよ What do you want? こ,この猫が。あの、娘が連れてきた猫ですね。なんか、変なキャラクターでですね。この子は、この子すっごいでっかいんですよ。あの、気づかなかったけど、こう、持ってみたらすっごく重くて、この黒い子が。で、毛がなんかいっぱい抜けててですね、今。だから、今朝もやっと今、掃除機し終わったとこなんですけれども。で、この子が、 稽古が、こっちがローキーで、こっちが稽古で、稽古はなんかやたらとフレンドリーでまあいいんですけど、ちょっと時々うざいんですけどね。はい。<laughs> で、まあ他のう元、元いる猫とも、なんとか、まあんまり喧嘩もしないでなんとかやってる。で、ご飯もこう一緒に、なんていうか、落ち着いて食べれるように、 なったところです。それでですね、この、この、クソ忙しい時にですね、あのー、近所の猫が、産んだ子猫をなぜかうちに連れてきてるんですよ。<laughs> この後ろの、あの、裏庭に,に行くところですね。あの、なかなかいいって思ったのか、っていうか、あの、元から、あの、 いたうちの外猫が1匹いたんですけど、その猫がこの夏に死んじゃってで、いなくなったんですね。だからかもしれないんだけど、だからここに住んじゃえって思ってるのかな。で、かまあ、ここの方がなんかセーフだっていうふうに思ったんでしょうね。で、この子、ね、猫2匹をですね、どうやって連れてきたのか知らないけど、子猫はまだ歩ける感じじゃないから、多分こうやって加わえてきたんでしょうね、1匹ずつ。 私がふと見たらいるんですよ、そこに。この2匹なんですけれどね、たぶん生後1ヶ月ぐらいなのかな。まあね、その飼い主のおばちゃん、飼ってるっていうか、まあ一応餌あげて世話してるみたいな感じで、外で。に一応言わなきゃと思って。 ドアノックして言ってみたけど、ちょっと返事がなかったんでま、まだ、あ、言ってないんですけど。<laughs> で、まあ子供たちはなんか可愛いから喜んでるんですね。まあ確かに可愛いんですが、ああもうこれがなんかだから大変で、なんかもうここにね、住み着く予定なんでしょうか。で、餌もあげなきゃいけなくてですよ。で、ちょうどまだあの、お乳を吸ってるんですが、ちょうどこう、 なんだキャットフードに移る時期みたいな感じであげたらもうあのがっつり食べるんですよちゃんとだから食べささなきゃいけないしもうどうするんでしょうねでもこの際ねここに住み着く予定だったらもうだからうちの娘に言ったんですけどこれあの虚勢手術をしに連れて行けって言って。 あんた連れて行きなさいって言って、まあ、や、まあ、そのうちね、できたらいいんですけど、はあ、もう、もう知らない。もう、で、近所に、その、オス猫を虚勢手術をしていないのを、うろうろさせてる人たちもいるんですよ。だからね、もう、こう、エンドレスな感じで、迷惑なんですけどね。うん、まあ、それで、まあ、猫は、まあ、いいとしましょう。置いといて。で、 この、断捨離の話をしましょう。まあ、断捨離まで行ったのかな行かないのかなっていう感じなんですけど、まあ私はたくさんものを結局手放しました。で、そこで私がこう、手放すポイントみたいなのをちょっと学んだので気づいたことがあるので、それを話しましょうね。まず、このもう、 50っていう年なんで、もう何十年も持っていたものとかがあるわけですよ。下手、まあ、すげ30年ぐらい。それで、このものについてなんですけど、例えばですね、この木とか、そういうものでできたものっていうのは、いつまでもなんかこう、心地よく使えるんですけど、結局はもうこの2024年になって、自分たちがあの、 注意を払わないといけないのは、この物が何でできているかですよね。特にこのプラスチックとか、あの、ポリエステールの服とかですね。こういうのはもう、10年、20年経ってくると、もうだんだん、なんていうの変形してきたり、こう、ひびが入ってきたり、変な色になったりなんかするじゃないですか。で、物によっては、なんかこう、ペトペトしてきたり、そういうのが結構あったんですね。 例えばこういうこれカメラなんですけど結構古いやつでこんななんだろうビニールじゃないけど何でしょうねこういうプラスチックみたいななんかこれペタペタしちゃって変な変質してるわけですよ。なんか靴とかバッグとかそういうのもなんか多いですよねこんな風に質が変わっちゃってもうどうしましょうっていうの。 で、自分が反省したのは、だからそういうのをなんでこんな風になってしまって、もう、なんていうか、人にあげることもできない状態になるまで、自分はクローゼットの中にしまっておいたんだろう <laughs>。っていう話なんですよ。これだったらもう、最初からもう誰かに引き渡して使ってもらっておいた方が、環境のために良かったじゃないか。っていうことですよね。 これを自分は反省しました。なんていうか、私は、あの、物をついつい大事に取っておいてしまう癖があるんですよ。で、それに加え、あの、物を捨てる、結局、埋め立て地に送るっていうことが、とっても罪悪感があるんで、そのためでなんですけどね、この、なんかね、エコライフ、 ゼロウェイストとか、結構まあ流行ったっていうかみんなね、取り組んできたじゃないですか。自分もまだ取り組んでますけれども。で、あんまりにもこう、なんていうか、張り切りすぎると続かなくなるわけで、自分もなんかそんな感じでまあ落ち着いてるんですが、一つこう言われているのは、例えば自分が何か物を持ってるとしますよ。で、 そのものを自分がいつまでもこう大事に持っていようが、それをゴミに出して埋め立て地に行かせようが、この地球上にこのものが存在していることには変わりはないっていう事実にまあまあ一応気づいたんですね。まあ誰が使おうが、誰の家にあろうが、どこにあろうが地球上に存在することは、 確かであって、もうなくなりはしないんですよ。何百年とかかかるかもしれないけど、その、結局なくなるまで、朽ち果てててなくなるまで。どこにあっても、もう存在しているから一緒っていうことそれを考えるようになってからは、だんだんこう、ゴミに出すのも、なんとなく、もっとできるようになってきたんですね。 まあでもまだまだこう、ゴミ箱にポイってものを入れるのがとっても自分は嫌で。なので、あの、新しく買うものについては、もうできるだけ自然素材でできたもの。服だったら、綿、コットン、リネンとか、朝ですよね。そういうものだし、家具だったら、まあ木でできてるもの、プラスチックじゃなくて、 でまあプラスチック類は最小限に抑えるという感じでですね。それはこれからもずっと続けていこうと思います。特にこういうプラスチックの大きな容器とかですね、大したものは入っていなかったのにずっと取っていたという、かなり場所も取ってましたね。なので、まず、この断捨離のポイント一つ、一つ目は、 いつまでも取ってないで、もう誰かに早く引き渡して使ってもらう。もうできるだけ長くそのものを、あのー、利用できれば、その価値を利用で,できればですよ。自分が使おうが、誰が使おうが、それは環境にとっていいことなので、まず誰かに使ってもらう。自分がもうしまっておくぐらいだったら誰かに使ってもらう。 これをもうこの2024年やらないといけないと思うんですね。環境のために。二つ目のポイントをいきます。で、このものをこの素材として、この物質として考えれば、さらにこの愛着のあるものっていうのを手放すのがもっと楽になるんですよ。例えばこの縫いぐるみとかですね。 ぬいぐるみってま可愛いですけれども、でもね、触り心地もいいってみんな言うけど、大外のぬいぐるみは全然触り心地なんか良くないと私は思うんですね。というのは、まあ、大体そのポリエステールとか、化学繊維でできていて、あんまり気持ちいいもんじゃないんですよ、触っていて。で、冬とかはあのバチバチ静電気とかするし、あのブランケットとかもそうですよね。 マイクロファイバーとかそういうのですかで、ぬいぐるみなんかも、中身は全部そのポリエステールの綿だし、もう環境にとっては何のいいこともないわけで、自分が触っていて自分の肌にいい、自分の肌にとってもいいものでもないし。こういうのも、この部分はビニールでできていて、それでどんなに可愛くてもですよ。 このものは土に還ることはできないんですよ。自然素材じゃないから。全然いいものじゃないんですよ。ただ見た目が可愛いだけで。で、この今特にマイクロプラスチックの話を聞くんですけれども、だからこの布、布類もですよね。ポリエステールとかの布なんかも、もうどん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 この、なんていうか、シュレッド、なんていうのかな。 ほつれてって、このもう目に見えないぐらい小さな繊維があちこち行くわけですよ。そういうの自分たち吸い込んでるし、で、洗えばそれが水に流れていって海に行くわけだし、この化学繊維とかもとっても、まあ、環境にとっては悪いわけですよ。でも可愛いから、見た目が可愛いから自分たちはこう愛着を持ってしまう。で考えてみたら、まあ、 変な話なんですよね。どんなに可愛くても <laughs>、もうそのものが何でできてるかを、こうなんていうか見通すっていうか、こういう目で見れば、だって化学繊維とかってあの石油とかでできてるんでしょ可愛くないじゃないですか。どっちかというと気持ち悪いし。そういうふうに考えれば、もう簡単におさらばできる。 そういうふうに自分は思いました。で、その愛着が湧く理由には、その思い出があると思うんですよ。そのもの一つについてですね。例えば、誰か大事な人が自分にくれたものだったり。でもですね、これってすごく大事だと思うんですけど、じゃあこれが三つ目のポイントですね。三つ目のポイントは、そのもの、ものには、 思い出っていうものはないんですよ。もの、そのものには。そのしばらくね、見てなかったものをこう、どっかから出してきて、ああ、これ懐かしいな。誰々がくれたんだよな、とかって思うじゃないですか。で、だからそれってそのもの自体ではなくて、自分の結局頭の中じゃないですか。自分の脳が覚えていることであって。で、それを見ることによって、 こう、その、お、思い出が、自分の脳の中から、こう出てきて、で、そのものに、こう、映し出すわけですよ。ものがあるから自分が覚えてるわけじゃなくて、ただそのものが思い出させるだけの話であって、ごめんなさい。なんかややこしくなってきましたね。でも、だから、思い出っていうのはもう自分たちの脳の中に、 いつまでもちゃんとある。あるから、そのものを取っといて、覚えていようってしなくても大丈夫ってことですよ。ちゃんと思い出はあるから、自分の中に。で、で、まあ、そのものが思い出させなきゃいけないぐらいの思い出だったら、 別に忘れちゃってもいいんじゃないですかって私は思うんですね。いちいち物を取っといてそのことを思い出さなくても大丈夫。大丈夫なのよ。もうすべて私たちはなんていうかこう覚えておかなくてもいいし別に。例えばその物をくれた人だってあげたことはもう忘れてますからどうせ。気にしなくてもいい。 そういうものだと思うんですね。だからもう自分の脳をどうこう、なんていうか、操るかみたいな。だからそれだけのことだと思うんですよ。まあで、どうしてもね、その、なんていうか、結局それの見た目が、まあ、見た目をキープしておきたいわけだから。じゃあもう、ね、写真撮ってそれを、ね、撮っとけば、いいんじゃないのっていう。 ことも今はできるし、例えばその子供たちが描いたアートとかもですよね。これはもうやってる人がいっぱいいると思うんですけど、まあそんな感じで今はこうビジュアル的に保存することはできるし。というわけなので、こう記憶を保存するのに物を使わなくても大丈夫で。私たちは全ての出来事を覚えておかなくても大丈夫。もう過去は過去だから。 未来に進みましょうねっていう感じでですね。と私は思います。最後に4つ目の断捨離のポイント、私が気づいたのは、あの、私はこうやって何でもポンポン捨てれるわけですよ。なぜかというと、私はまあシングルで1人なので、でもよく聞くんですね。この、 自分もそうやってやりたいけど、旦那が持ってるものがいっぱいあってどうしようもないとか、まあ、だから奥さんが逆にいっぱいものを持っててどうしようもないとか、このカップルでいると、このパートナーのものも自分たちがこうなんか世話する羽目になるわけですよ。自分はこれがですね、結婚していた時はかなり負担でしたね。 かなりストレスでしたね。あの、相手のものも結局自分がなんか面倒を見ている感じで。こう、ね、どこかに片付けなきゃとか、なんか汚れてたらきれいにしてあげなきゃとかですよ。それが自分はとってもストレスでしたね。確かに。なので、 まあもうパートナーがいる人にとってはまあ難しいけれども、まあ、これから新しくパートナーを作る人であればその人がのものに対するこの考え方っていうのも重要なポイントになってきますよね私はそうです私にとってはそうです私はこう何でもポンポン買うような人とか いろんなものを取っておく人とは一緒にはなれない。なる気はないです <laughs>。なので、もうすでにね、パートナーと一緒に暮らしているという方は、じゃあどうすればいいかっていうと、難しいと思うけれども、私が思うに一番いいのは、もうちゃんとこうきっちり分けることじゃないですかね。ここは自分の 範囲、自分のデスク。例えば、キッチンは私が管理するところだから、私がやりたいようにやる。で、あなたは自分のところは自分で全部ちゃんと管理してねっていう感じで、あとはこのクローゼットを分かれていたら、クローゼットとか、こっちは自分、こっちはあんたが。っていう感じでもう、はっきり、誰がどの、誰に何が、 こう、所有されていて、誰がそのものの世話をするのかっていうのを、はっきり決めた方がいいと思うんですよ。そうすることによって、その自分、それぞれ自分のものはもう自分が責任を取らなきゃいけないっていう、このマインドセットになっていけば、ちょっとはいいんじゃないかなと思うんですね。 あの、この人と一緒に暮らしているから、で、この相手の人に、なんていうか、こう自分のものまで世話してもらうんだっていうような考えでいるのはおかしいんですよ。ちゃんと自分のものはもう自分で責任を取る。っていうことですね。もうみんなそうですね。子供にもそうやって教えたらいいと思います。子供の持ち物はもう、まあ、大概はこう親が与えているものだから、 だから自分もそれを反省したんですよね。結局私がいつもこの3人分の子供のものを後でこう手放さなきゃいけない。自分、私、私がどうにかしなきゃいけないっていうんでかなり苦労したので親の皆さんはそこまで責任を取らなきゃいけない。それで子供たちには自分、もし子供がどうかからなんか 持ってきたのであれば、自分が欲しいって言った、買ったものであれば、もうその子にちゃんとその責任は取ってもらわないといけない。あと、鬱陶しかったのはですね、この学校とかからなんか友達の家とかからなんかいろんなものを持ってきたりしてですね、もうどうすんのこんなのっていうのとかいっぱい溜まっちゃったりするんですよね。だからこういうくれる側にも私はどうにかしてほしい。もう、 そんなジャンクとか、もう後々何の役にも立たないようなものとかをこう、子供にポンポンくれないように、子供たちが小さかった頃は、このバースデーパーティーとかもですよね。行くと、なんかこう、いらない、かな、なんか、どうしようもないおもちゃとかを持ってもらってくるんですよ。だからそういうものをもう子供にあげない。あげないようにする。それも大事だと思います。 そういうわけで、これが私がこの一週間、物を片付けつつ考えていたことでした。もうなんか猫たちはすっかり昼寝状態ですね。こう、なんか手放さなきゃいけない、この作業しなきゃいけない時ってなんか、なんか突然やってきたりするんですよね。と私は思います。 なんか普段からやらなきゃ、やらなきゃって思ってたら、なんか不意にこう、こういう機会があって、するときって来るんですよね。なので、その機会をチャンスに利用して、もう、なんていうか、やけくそ状態 <laughs>、私みたいにこう、ちょっと半やけくそ状態で、まあ頑張ってみるのも、まあ、いいと思います。では、 また来週